昆虫採集の神様です。今鹿児島県走ってるんですけれども、ちょっと今日はね、鹿児島県に定着してるとある外来の昆虫探してきます。もうなんかヤシの木についてるらしいんですよ。海沿いに走ってたら街路樹でヤシ結構植わってるはずなので、調子の悪そうな木を探していきます。ここはどうなのかな、下に葉っぱは落ちとるけども、これ結構やられてんじゃない、わかんないけど、やられとるのかな。眉でも見つかるかな、これで。ちょっと探してみたけどもいませんね。見た感じね、なんか食痕らしきものはありませんね。エディオン、また悪さするんか、こんなに伸びてしもって。破壊してみたんですけども、なんか食害されてませんな。見てこれ、怪しくない？食われとる、食われとる。あ、やばい、ボロボロやん。これちゃう、これ食害されてる絶対。これボロボロやん、ボロボロやん。これ当たりでしょ。あ、ま、眉マジ眉だろ。あ、あるマユこれ絶対入ってるよ。やっば、これが例の外来昆虫の眉ですね。この中にサナギになる前の幼虫、もしくはサナギ、あるいは成虫が入ってると思われます。この眉をね、解体してみましょう。ナイフかなんか持ってこればよかったんやけどな、今日刃物持ってないんですよね。ナイフないと思ったら、ちゃんとハサミを持ってきてました。さすがお茶さんですね、準備がいいです。それではこの眉をハサミで切って中を見てみましょうか。ベリッと、あ、うわ、なんかでかい甲虫が入っとる。ほらほらほら、これ成虫だろ、成虫。ゲちゃん、成虫入っとる。やばい。ほら、でかい。生きてる。でかい。ほら、成虫入っとる、これ。いや、当たりですね。成虫入っとったから。うわぁ、あ、中で死んどる、もしかして。お亡くなりになっとるんじゃない？マジか。あ、でも、ほら、これ当たりだよ。当たりだよ、こっちも死骸。おった。あ、ほんとや。出られずに死んでしまってるようです。でも、いました。サナギ。うわ、でかっ。あ、これちょっと生きてるような気がする。ブリブリ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 でっか、うわ、オオゾウムシよりもでかいじゃん。オオゾウムシの倍ぐらいあるんですよ、体積で言ったら。何気に日本産のゾウムシで一番でかいな、外来種含めたら。よし、生きとる成虫探そう。やった。生きとる？鮮やかです、色が。すごい、ほら、すごい、生きてる。でかい、でかい、でかい、やば。これオオゾウムシよりはるかにでかい。でかい、ありえんな、これ。マジで、これゾウムシですよ。あの、ちっちゃい、普通だったらもっとちっちゃいゾウムシが。やばい、こんな虫が日本におるなんて。やばー、これ外来種だからね、日本で一番でかいゾウムシになってしまいました。オオゾウムシを抜いて、ヤシオオサゾウムシっていう和名がついてます。ヤシにつくんですね、ヤシの木に。オオゾウムシと同じオサゾウムシの仲間で、ヤシの木のヤシのね、葉っぱの中身を食い荒らすんですよね。これ食い荒らされて枯れちゃったんですよ、この木は。枯れたヤシの中がね、腐ってなんかキノコが生えてきてます。もうガサってたら生きてる成虫が出てきました。あ、ダニにやられとるやん、これ。ダニがいっぱいついとるぞ、これ。ダニついとる、ゲリちゃん、これ見て、ダニでしょ、この細かいの。うわー、やば、寄生されとる。うわ、ただこれサナギですけど、うん、ダニに相当やられてる。やば、これ天敵ですね、多分。天敵やな。これ外来のダニなんかの、在来のダニなんかの。あー、どうなんでしょう、ちょっとわからんか、ちょっと怖いから、これ隔離して持ち帰るわ。やば、一気に3匹出てきました。すげえ。やばい、こいつらもね、多分なんかちょっとだけダニついてるみたいなんですよね。あー、なるほど。やっぱりつくんかな、つきやすいみたいですね。ダニやられるんやな。で、つきすぎたら死ぬんやわ、うん、みたいですね。さっき死んでたサナギも結構ダニにやられてたんで。うわやばい。危ない。ラオスでこれさ、食用で売っとんやろ。そうなんですよ、袋にいっぱい入って。そう、袋に大量に幼虫が入って売られてるんですよ。てか養殖されてるんですもんね、あれ。食用として美味しいんでしょ、これ。めちゃくちゃ美味しいです。うまいんやろ、幼虫。めちゃくちゃ美味しいですね。あれ、油炒めかなんかにするとめちゃくちゃ美味しいです。マジか、ちょっと、眉で幼虫出てきたら食べるか。幼虫さらぎはちょっと食用にしよう。食べてみましょう。うん、やっ、どこや、食いもん、わしの食料、食いもん、食いもん、なんかヤシの繊維に紛れとるな、結構。ほら、音がするんで、これ成虫ですね、多分。よし、待っとれ、わしが今正体暴いてやる。ブリブリのサナギが入ってました。ブリブリ、死んどるかな、このサナギ。あ、死んどるね。皆さん分かりますかね、これ。細か、表面に細かいつぶつぶがついてるんですよ。これダニにやられてますね。大量のダニに取りつかれて、ダニに寄生されて死んでます。外来種もこうやってして天敵がいるんですね。あ、ブリップリや、ブリップリ、やばすぎ。生きとる。うわーこんな顔なんすね。ブリブリや、ブリ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 や、これ。ほら、ブリップリ、やば。
プリプリ。これ全容かな、サナギになる前段階だ。そうやな、だからもううんち出し切って一番美味しい、これが。あ、これが一番美味しい。やばいよこれ、めっちゃ食いがいある。一匹で結構食いがいあると思う。うまそうだな。でも俺絶対うまいわ。加熱した方がいいと思う。ダニとかついとるから。あ、確かにダニ加熱した方がいい。生食やめた方がいい。うわー、またダニにやられてる。ほら大量のダニがサナギにまとわりついてます。ほら見てください、サナギの足の方ダニがびっしりついてます。ダニまみれ。これは危ないぞ。結構ダニで死亡率高いんちゃうかな。えぐー。うわー、手袋いっぱいダニついとる。うわ、やばやべー、ダニだらけ。成虫が顔を出しました。うわー、かっこいいな、黒と赤で。特定外来生物とかじゃないから、もう持ち帰り自由ですからね。まだ特定外来生物とかに指定されてないんで。あ、元気元気元気ですね。ブリブリで、かっこいいですね。赤と黒で、なんか中肉臭い。ほら、やば。カビ？カビっすかね。眉の中からカビにやられた成虫っぽいのが、うわ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 、すごい、真っ白。真っ白、これカビで白いわ。あ、サナギか。えぐ、サナギがカビにやられてるんだ。ダニにもカビにもやられるのか。うわ、ダニもいっぱいいますよここに。マジダブルパンチや。うわー、これは死ぬわ。しょうがない。でもちゃんと天敵いるんすね。おるやな。あ、だから結構絞り高いっすもん、真夜中の。ブルンブルン。やばいな、動きがすごい不気味。タッパーいっぱいに眉が取れました。厳密にはもっと眉いっぱいあるんですけれども、もう切りないので、ね、タッパーいっぱいでやめときます。で見てください、生きてる成虫も何匹かおりまして、成虫ね、結構ダニがついてるんですよ。ほら、サナギにもついてますけどね。外来昆虫なんですけれども、ちゃんと天敵はいるようです。もうこのダニが外来か在来かわからないんでね、ちょっとこれダニもね、脱走させないように注意して持って帰らないといけないんですけどね。この中の眉ですね、サナギとかにもついてるんで、まあでもあれだな、食べるときはさ加熱するから大丈夫やで。加熱したらダニも死にますから、ダニ全滅するんで加熱したら。ですから、まあ、食べるやつに関してはダニの心配いりませんね。ちょっと成虫はね、何匹か買ってみようと思うんですけど、ちょっとダニをね軽く落としてから買いますね。鹿児島県のだいぶ南の方まで来て、やっと見つけましたよ。なかなかね、こいつらにやられてる木が見つからなくてね、ずっと街路樹ね見ながら車で流してたんですけど、本当の南まで来てようやく見つかりました。ついてる木を見つけたら大量に取れますね。いくらでも眉が出てきます。今取ってた木はね、道路沿いの街路樹なんですけれども、このようにね、もう枯れてしまったので伐採されてしまってます。多分ね、この伐採した木は近々焼却処分されるでしょうね。ヤシの木のこれ傭兵っていう部分なんですけど、傭兵の中の部分をね、こうボロボロに食い荒らしてしまうんですね。あまりにもね、荒らされすぎるとヤシ枯れちゃうんですよね。そして枯れて切り倒された木がね、ちょうどうまいこと見つかったので、取ることができました。これ木が立ってたらね、ちょっと高すぎるのでね、届かないんですけどもね、いるところまで。でもちょうどね、食害された木がこう伐採されて横倒しになってたので、簡単にね、たくさん取ることができました。いやー、ありがたいですね。やばいな、なんかほら、やばい。ほら、うわ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 、なんか動きが不気味。今、薩摩半島の一番南まで来てます。もうそこが薩摩半島の一番南ですよ、皆さん。危ない危ない、ここが最果て、ほんまのガチの最果て。うわー、すごい景色、すごい見てください皆さん、これが薩摩半島の最南端ですよ。ほら、あれ開聞岳、綺麗ですね。ここが本当の最果てですね。